ジオです。はい、今回のディープスポット旅は神奈川県の川崎にある池上町というエリアに来てんだけど、ここは東京と横浜を結ぶ産業道路、まあ、いった貨物輸送に使う道路の幹線沿いにある池上町というエリアやねんけど、でこの辺工業地帯やねんけど、日本で一番空気が汚いと言われてたりとか、あとは地外封建スラムって言われてたり、あとは日本最大の朝鮮人の不法占拠地帯とも言われてる。日本最大の不法占拠地帯結構多いな。多いよ。下関とかもそうやったしな、ウトロとかも言われてた。肩書きがでもここすごい多いよな。で、違法建築物もかなり多いと。都市伝説やったりとか犯罪事件の噂がもう常に絶えないと言われたディープエリアやねんけど、ここから見てもちょっと防犯カメラが作動してます。逮捕者が出てます。これからも捕まえます。結構攻撃的というか、この辺入ったらもう違法建築物がかなり多いみたいで、だから行政の管理とかも行き届いてないから、道路整備とか区画の整備がされてない。だからゴミ収集車とかも通られへんぐらい狭いエリアに入っていくの今から。だからゴミ捨て場もここしかない。実際今どうか知らんけどな、はい、あそこもゴミ捨て場やから。いろんな事件やったりとか都市伝説噂が聞くから、どういうエリアなんかっていうのを今からちょっと確かめに行きたいと思います。レディゴ。日本で一番空気が汚いって言われてるっていうのはやっぱ工業地帯や。この工場特有のなんか鉄工場の匂いみたいなのかなり立ち込めてんな、うん、ここ一日ちょっと鼻くそ真っ黒なんですよなりそうやけど、まあ、でも実際ここで生まれ育った人はアトピーやったりとか喘息持ちの人たちが結構多いって言っててんな、基本結構なんか命令系なんや。強いな。この辺の朝鮮人が不法占拠してるエリアっていうのは大体 6,7 割がこのJFE スチール株式会社って書いてあるけど、大手の製鉄会社やねん。そこが持ってる土地に不法占拠してるみたいに、だこことの問題がすごい今まだまだ解決されてないらしくて、この JFE スチール株式会社っていうのは元は日本鉱管っていう会社で、戦争中に川崎ってすごい軍事産業が拠点となってんやん。でその時にその当時の日本鉱管がこの辺にいろんな工場を建てて、そこに朝鮮人が出稼ぎに来てんな、はい、その朝鮮人の労働者のためにずらーっと販売やったりとか宿舎とか住まいが軒つなれてたみたいで、第二次世界大戦敗退後にそのまま朝鮮人が残って空き家とかにどんどん住み始めて違法建築を建て始めたっていうエリアみたいな。ちょっと入ってみよう。こうやってフェンスとかで囲ってんのはここに不法占拠してた人が立ち退いたりとか、そこが空き家になったりしたら、こっちの持ち主である JFE 株式会社がこうやってフェンスとかで囲ってバリケードを作るみたいな、うん、川崎区の工業地帯っていうのは通称大品地区って呼ばれてて、桜本、浜町、大島でここの池上町からなるコリアン集中地が存在してて、でやっぱもう崩壊してんな。崩壊してですね。この辺は飼ってる犬とかも毛真っ黒になるぐらい空気が汚染されてたって言われてたけど、でも規制とかがいろいろ厳しくなっていって今はマシになってるみたいな。でもこの辺来ても全然工場の匂いはするな。全然する。もうこれに慣れてまうんかもな。だし俺もなんかそういう場所で育ったから、工場とか近くにいっぱいあったから、はい、特にこの匂いに対して違和感は感じるけど、とんでもなく劣化し、うん、倒れそう。こっち倒れても崩壊やん完全、うん、JFE 所有地って、うん、まあ、6、7割はこの JFE が持ってる土地っていう、200件以上違法建築物が建てられてるみたいで、で大体がその地主と貸借契約を交わしてないみたいな、うん、だから土地の固定資産税とかは元の JFE とかが払ってたりするらしい。ここ関係だけど、まあ、それ入られへんな。こっから多分迫っていくんやったら、うん、めちゃくちゃアジアある地やほんまに。ここからは別にカタカナじゃなくてもいいや。どんどん中に入ってみていくのか。おばあちゃんの家は向こうですか。そうそう、あっちも見てみていいですか。見せてくれるって。おばあちゃんこの辺何年ぐらいですか、住んで。私も嫁に来たんだかも。ああそうなんですね。そうそうそう、だから、うん、詳しいあの歴史は分かんない。おばあちゃん日本人ですか。私は朝鮮人よ。ああそうなんですね。同じここほら朝鮮人の人が多いんですよね。もうみんなそうじゃん。ああなるほど。全部そうだよ。はい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 。でみんな仲良く暮らしてはるんですね。そうみんな仲良くて。そう素敵ですね。うん。はい、じゃあいろいろ散歩してきますわ。ありがとうございます。ありがとうございます。優しいからずっと喋ってくれる。あそこもう行き止まりになってるから、俺らがこの部屋入ってきたからびっくりしてて、宅配便の人なんか私なんか用かみたいな感じや。で、行き止まりになるか分からんし、迷路やな。かくれんぼとかしたら楽しそうやな。確かに。すごいなぁ。もうこの辺とかもコンクリちゃうもんな。そう、上下水道とかがこうちゃんと整ってないところも一部あるみたいで、雨降ったりとかしたらもう水はけが。ああ、なるほどね。この辺もそう。
この辺がこうジェフ・イス・シールの土地っていうのを知らん人も多いみたいやね。幼い頃に聞いたことがあるっていう人とか、あとは親が死んで土地の相続の時とかに初めて、あ、そうだったんだって分かって返還を申し出るっていうケースも結構多いみたいで、なんかもうみんなその当時好き勝手建てたみたいだった。武器とかもおかしいし、でもその立ち退きっていうのとか提訴とかを強制的な排除っていうのかな、ジェフ・イスチールもそんなに強くも言ってないみたいな。それは人道的なところ、やっぱりこう暮らしをいきなり奪うっていうのは人道的にどうなのかっていうところもあるから、だから徐々にそうやって取り戻していってるっていう状況らしい。そこでも話し合いが常に行われてるみたいな。なんで今解決はしてないらしい。カスカ多いな。よく見るこれ、通ってないからここから取ってんのか、確かにこれゴミ収集車とか入られへんな。絶対無理しない。消防車も入られへんやろしな、大変やでこれ。確かに火事になったら、いや終わりやで。そうや、もうなんかな、歩道なんか人んちの敷地入ってんのか分からんね。労働者の町として栄えると同時にこれを仕切っていくアウトローとかもすごい多かったみたいな。近づくなって言われるぐらい危険なエリアで、ここで犯罪に手を染めた人たちもすごい多いらしい。そら逃げるよ。近づくな思われたんや。そらそうやで。隣以上に経済的に裕福に暮らすのはもうやっか、もう職人しか無理って言われてて、15歳で入れ墨入れて、で16歳で部屋住みって言われてるって。へえ、若すぎやろ、これアマゾンの人大変やな。めっちゃ大変やと思う。夜とか配達できんやろ。なんか俺冒険感あって楽しいわ。旅雰囲気あるやんこれだけ。ちょっとやっぱシーンってしてんな。こっちから出れる。あ、ここさっきの道や。さっきこっちから来た。こっち？そこから出てきましたよ、さっき。覚えてんな。てか、さっきのおばあちゃんもそうやけど、朝鮮人ってやっぱ肌めっちゃ綺麗ですね。ありがとう。いや、違う。確かに入ってるから、俺も。テカテカしてたな。まあ、モザイクしてるから多分みんな分かれへんやろうけど。で、その後から来た人も、ツヤツヤやったな。めっちゃツヤツヤやった。なんでなんやろうな。遺伝なんかな。いや、でも俺が自分のことを考察した結果、キムチめっちゃ食ってたから。それなん。辛いも食ったら体調良くなるやん。はい。なんかハンバーっぽい建物やな。家賃とかも安いから、安い家賃で住めるとこを求めた日本人とかも来たりとか、外国の人らとか、今はすごくこう多国籍な地域になっていってるみたい。でも表札とか見るからに朝鮮国籍の表札が多いな。あ、多いですね。戦後、もうめちゃくちゃ米不足やったから、正規の酒っていうのが全然出回ってなくて、だから有害なメチル密造酒っていうのを作って、で、さばいてたらしいね、この辺で。普通の空き瓶に有名ラベル貼った。で、それの一斉の取り締まりが1947年に起きたらしいんですよ。で、そこで押収した密造酒の量1万5000リットル以上あったらしくって、ただやで、その取り締まりに行った税務職員の課長がもっきりリンチされて亡くなったって。それぐらい密造酒の売買がここで盛んやった。あ、ここからまた幹線道路に、ね、なんかいきなりパッて結構現実に帰った。結構俺散策楽しいわ。なるほど、この産業道路にこう出たらこの道路沿いにゴミ捨て場があんねんな。 あそこ唯一じゃない。ほんまやな、この道路沿いやん、この工場の作業のこのブサーとかのめっちゃ聞こえるな、さっきから、めっちゃ嫌な音だったな、あれ。猫よけかな、あ、この音。防犯カメラだ、やめてくれよ、もう。この辺の人もびっくりするやろな、当時はこの辺の軒先でもホルモンとか焼いたりとかして小遣い稼ぎで売ったりとかしてたみたいで、日本も韓国も朝鮮ももともとは内臓を食べるっていう文化はなかったらしいんだけど、ただ在日朝鮮人がそうやって生きるために食べたりとかしたっていうのが発祥とも噂されてて、だからこの川崎はホルモン発祥の地じゃないのかっていう噂もされてんねんけど、まあ、でも商標登録したのは大阪やん。そう、ね、確かにそのホルモンをホルモンっていう風に。味あるな。味ある、やっぱこう自分たちで作ったからなんか味ある言うてるけど、僕ら東京的に住んでたら今こんなんすよ。みんなで住んでたな、だから好きなんやわ味ある家が。河川敷に来たな、釣りできんの。結構工業地帯、ここでもまだ匂うもんな、工場の匂いとか、ちょっと魚が食われへんやろ絶対。危なそうですね。危なそうやんな。この辺動画で見たわ。ここ池上町ってバッドホップっていうヒップホップのグループが生まれ育った場所みたいで、メンバー全員がこの池上町で生まれ育ったと、バイスジャパンがインタビューしてたここやったの。そういや、川の横にもね、
工場の廃材とか食うための釣りじゃないんかな、まあ、これはやばいわ、これで、うん、この魚は食えんな。だってもうここでこうやって座って喋ってるインタビューだった。あのあそこ登ってたって。マジ？その人たちが作った川崎ドリフトっていう歌が生まれ育った背景とかをその歌詞に入れて作ってるっていう。そこの奥の方の岸壁、この辺で有名な落書きが書かれてるらしくて、1970年に海の荒くれ者って呼ばれた朝鮮人がおって、うん、その人が市長に対して言いがかりをつけるためになんか書いた。見に行ってみます。いいです。確かになんか書いてある。ネズミとか分からんね、分かりません。お、工場の修理のチャイムやこれですね。ゴジラ、うん、俺らも終わりや。ほらここ行こう。この時期唯一の60年前ぐらいから開いてる焼肉屋さんらしい。開いてんすか今。調べて5時からやって。もう今やん。この中にあんねん。へー、どんな肉が出るかって。国産のいい肉が出るらしくて、うん、ここにわざわざ来てくれるんやったらいい肉を出そうっていうのを店主さんがコンセプトにしてやってる焼肉屋から、そこを食べましょう。いや最高。開いてる開いてる。うまい、電気ついてる。来日3世の方が経営してるみたいで。乾杯しよう。おいっす。おいっす。仕事終わりのビールは最高。まだやねんって。もうな、そういう気分だね。なるすけど、ここまで来たら、うん、して勉強して覚えて食べて散策して、そのあとこうやってもう飯や、うん、頼みました。タンとかハラミとかタレミとか、うん、いただきます。千枚めっちゃ好き。ねえ、絶対頼んでんもんな、千枚。いっぱい。うん。うまっ。肉厚のチャーハン。うん。めちゃくちゃうまかった。びっくりした。めっちゃうまかったもん。タンもそうやし、ハラミもそうやし、うん、この辺の焼肉屋でもここで食うとこ絶対うまいぐらいの、うん、駅からはちょっと遠いんかな。あと俺びっくりしたの、土壌スーパーあんねん、ここ、うん、韓国とかであんねんけど、うん、俺食ったことはないねん。めっちゃうまかった。ディープなところであんねんけど、結構ネットで見たら口コミも良かったやん。でテレビのロケで東山紀之さんが来たとか、普通に名店やなんて、うん、引き継いでお孫さんがやってるみたいやったから、うん、であの取材はちょっと NG やったから、うん、他のお客さんとかもおったから、うん、取材はせえへんかったんやけど、うん、食べてるとこちょっと映してぐらいやったけどさ、うん、やけどすごい美味しかったんで、うん、この辺来る機会がある人5時から空いてるんでよかったら来てみてください、うん、普通にうまい。というわけなんで今回ディープスポット探訪、最後ディープスポット内に唯一あるコーヒー館というわけで戻ります。ちょっとほろ酔いで戻ろう。ここから出ていく感じもまたいいな。確かにすごいね、やっぱやりたいことに